皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、これがお茶漬け海苔ですね。お茶漬け海苔2個入りの丼、日清のカップヌードル、日清だよね、日清ですね。それではいただきます。ちょっとね、こっちはまだできないので、お茶漬けからねさらっといきたいと思います。お茶漬けの、もうなんかおじやみたくなっちゃったけど、いただきます。美味しいですね、やっぱり。さらっと行きたかったけど、やっぱ暑いです、ピント合わないかな。一応ラーメンライスみたいな感じで、ラーメンライスって感じじゃないですけど、すごい熱々熱いけどうまいですよね、これね。いや、お茶漬けやっぱり美味しいっすね。さすが長谷。皆さんのご想像通りの味です。普通の、お茶漬けの海苔ですからね。これを2つ入れて、増量してます。この辺からさらさらいけるかも、もうちょっとです、もう少し時間ない。
べました。カップヌードルがねできてると思うんでね、ちょっとねカップヌードル、この前シーフードヌードルをマヨネーズにかけて食べてたじゃないですか。でもその人によると全部マヨネーズにかけて食べるとうまいということなんで、ちょっとやってみようかなと思います。ちょっと一口目は普通に食べてみますね。こんな感じで。とかね、検証してみます。もうすごい、もうクリームチャウダーみたくなっちゃった。はないけど、シーフードヌードルの方が美味しいですわ、うん、まずくはないですけど、うん、これもこれで美味しいんですけど、シーフードヌードルが、うん、今のところ合ってるかなっていう。醤油ラーメンじゃないですか、カップヌードル。醤油を味わいたい人はこのまま食べた方がいいと思います、とか具材がマヨネーズに基本的に合うんで、そんな変な味じゃないし美味しいっすよ。美味しいは美味しいけど、シーフードには勝てないかなっていう感じですね。
ごちそうさまでした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。またねー。